はい、こんにちは、翔太郎です。皆さん、ゴールドの筆塗りうまくいかなくて悩んだことありませんか？僕の大好きなファレホシリーズや、ミスターホビーの水性カラーシリーズなど、水性塗料系だと、原液のまま塗ると表面がデコボコしてムラになったり、薄めて塗るとシャバシャバになりすぎて全然色が塗らなかったり、結構扱いづらい色だと思うんですよね。そこで友達に筆塗りで扱いやすいゴールドあるって聞いたところあるよって言ってくれたんで、今回は、シタデルカラーベースよりリトリビューターアーマーを紹介します。まず色味なんですけど、こういう一般的なゴールドやこういう明るめのゴールドと比べるとかなり濃い感じのゴールドですよね。ちょっとブロンズかかってる渋めのゴールドだなっていう印象を受けます。濃度なんですけど、こうやって振るとチャパチャパなる感じですね。ファレホエアみたいにそんなシャバシャバな感じではないんですけれども、中でちゃんと攪拌されてるのがわかるなっていうぐらいの濃度です。開けると中身はこんな感じ。ちょっとこうやってポターって垂れるぐらいの流動性があります。そして価格は驚異の780円。もうびっくりですよね。ミスターホビーから出てる水性ホビーカラーなんて、これこの前電気屋で120円でしたからね。もうとんでもない差があります。ただこのリトリビューターアーマーめちゃくちゃ使いやすいんですよね。ということで実際これを筆塗りしてみたものがこちら。はい、どうですか？すっごい綺麗に塗れたと思います。原液のまま2、3回重ね塗りしただけなんですけど、この発色ですよ。全然どこか1箇所に溜まったりすることもなく、かなり均一に塗れますね。一度塗りの時点でかなり発色しますし、下地の色がっつり隠してくれるので本当に優れてると思います。これは780円でも納得だわ。そしてトップコートしなくてもそれなりに質感も良くて、手で触ってもそんなベタベタとかしなくて、結構サラサラめの表面に仕上がりますね。ここはさすが仕立てるカラーといったとこですね。でもここまで綺麗に塗れるので、トップコートで保護してあげた方がいいかもしれないです。剥がれるとショックだしね。それにしても他の塗料を塗り終わった後でこれ塗るとめちゃくちゃ塗りやすくてびっくりしますよ。皆さんも仕立てるカラーベースリトリビューターアーマー試してみてはいかがでしょうか？ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録フォローよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。